お待たせいたしました。あれ、これがね、あれ、これが、あれ、あったあったあった。チンチンチンということで、よいしょ。はい、お待たせいたしました。ヘッドホンから音がしないから外そう。まずは鈴尾さんメンバーシップギフトありがとうございます。おそらく合ってるはず。お昼ぐらいに見た時にはそうだった気がする。夕方に見た時は、フロスラビットさん、鈴尾さん、ユージーさん、ハロノフさん、ジョージさん、山本さん、大輝キッチャーありがとうございます。レイレイショーまったり時々アグレッシブハロプロオタクの映像 VTuber のカモハルマレでございます。鈴尾さん、フローズンラビットさん、レンさん、ハロノフさん、ジョージさん、ヤスオさん、こんまれということで、本日もやってまいりました。ライブ主演後気分なゆるゆるハロプロ雑談の、コーナーでございます。まずハロプロとはハロープロジェクトのハロープロジェクトの略称でございます。アップフロントグループに所属するアイドル女性アイドル集団をハロープロジェクトと言い、そんなハロープロジェクトをこよなく愛するオタクのことをハロオタと呼びます。そんなハロープロオタクのナレーションが毎週水曜20時に行うハロープロ配信、どんどんバフバフということで、本日もねゆるっと、今のハロープロが追っていけるような、雑談ができたらなと思っております。はい、ジンクさんも頑張れということで、そうですね、山本さん、そうなんです、元ベリーズ工房、元カントリーガールズの、嗣永桃子さんの本日お誕生日ということで、いやーおめでとう、桃子を見てるかおめでとうということでねいやまあね、毎年毎年ね思うわけですよ。桃地が今ねテレビ芸能活動してたらどんなだったんだろうなーってね、こうお誕生日のたびに思うんですけども、まあさりぎわがねかっこよかっこいいのもまた桃地だなーって感じなんですけどもね、まあ私のねとっても尊敬する存在でございます。まあ お笑い芸人的なね要素が強い、あのバラエティ出てる頃の桃地をねご存知の方はえって思うかもしれないんですけども、本当にプロ根性がすごくて、めちゃめちゃあのアイドルというものに対してねあのストイックな方だったので、未だに私はね配信活動とかあのいろんな活動においてももちのね考え方はすごくリスペクトして、こうなりたいなと思って常々、ね、頑張らせていただいております。うん、ということでね、お誕生日いやこの時期ねお誕生日多いんですよっていうのもね、ちょっとそれをね思ったのがみんなまるちゃんの開始ツイートを見ましたか？だいたい私ね、こう9時に始めるよってなったらね、配信始めますっていう風にツイートしてるんですけども、まあ、今日はこんな話できたらなとか、こういうの話したいなみたいなのをだいたいね、開始ツイートでお話してたりするんですけども、見ました？開始ツイート。よいしょ。なんとですね、まるちゃん、まあ、先週多分ラジコの話めっちゃしたと思うんですけども、ラジコプレミア登録やってみましたよ。いやもう地方民にとってはもう猛女なんてもう夢のまた夢だったので、ようやく猛女が聞くことができましたね。いやー素晴らしいキンコンカンコンしてきました。よいしょ。あ、そうだ、今日話したテーマに入れとこう。よいしょよし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 、こっちにももじ誕生日おめでとう。ついにでもラジオってると他のもの見る時間なくなるわー、おめでちゅうになっちゃう。コロコロコロ、おめでとうな。はい、そうで、まあ、ラジコに登録して今ね、今もうちょっとあれ消えた、あのメイちゃんのフランソワみたいな、フランソボみたいな、え知ってる、わかる、北海道のさラジオでやってるっぽいんだけど、大地さんこんばれ、ママチ誕生日おめでとう、あの私があのテレパシーで伝えておきますアンジェルムステーション、マジそんなおもろい、アンジェルムステーションから、おすすめハロプロラジオ教えてかいね。はい、あでもね、あらさんこんばんは、ラジオ聞きながら映像を見る
もう頭いっぱいになっちゃう、そんなの。そう、猛女はね、あ、猛女だなって感じだった。聞いた猛女だなって感じ。パンちゃんさん、めっちゃお久しぶりじゃない。こんまれ、ゆっくりしててね。ラジコ登録したからね、ハロプロの配信が聞けるようになりまして、ね、今ざっと聞いたのは美容土曜と猛女と、ビヨンズなんたらも見たな。なんだっけな、ちょっとラジコの履歴見てきていい？ラジコよいしょ。あ、どうなっちゃった。そうだね、美容土曜とビヨンズのラジオクエストとモーニング女学院と山崎芽衣のメイボンソワーと、今ね、あの2月28日放送してたあのタケちゃんが出てる方の60トライプってやつをね、見始めました。うん、キューティーハナちゃん、え、なになにそれ、キューティーハナちゃんってそれラジオ？お、ラジオとちゃう、後藤花で出る。あずまさん、こんばれ。まったり時々アグレッシブハロプロ VTuber、まあ、鎌原舞さん、こんばれ。惜しい、ハロプロオタクな令嬢 VTuber やね。あ、ハロプロに入っちゃった、まれちゃん。いいんですか、入れていただいて、まれちゃんも。うん、いや、だよ、聞きましたよ。うん、フォローなんてできんのこれ、まれちゃんまだわかんないんだ、仕組みが。フォローなんてあるの、ラジコって。惜しかった。めっちゃ、いや、逆にまったい時だけアグレッシブまで覚えられてるのすごいなと思った。うん、一番のハロプロおすすめラジオは広島の尾関貴文と広本瑠璃の年の差ラジオ。え、なにそれ、広本瑠璃ちゃんやってんの。あ、え、尾関さんってザ・キースの尾関さんなんだ。あのカープが好きな人だよね。知ってる知ってる、広島県民だから。へえ、面白いんだそれね、すごい。え、それ今まで聞いたことなかった。年の差ラジオは安定して面白い。あ、そうなんだ、そんな評判いいんだ。え、だって待って、メモさせて。アンジェルムステーションと、じゃあこれなんか今後のなんか、あのみんなにね、あの私以外にもね、ラジオ聞き始めたよって人にもね、おすすめのラジオメモとして取っとこう。これはあの人類の知恵。アンジェルムステーションと尾関貴文と広本瑠璃の年の差ラジオと、うん、この2つはかなりおすすめって感じかな。年の差ラジオトーク、広本瑠璃ちゃんのトークのイメージあんまないかもしれない。そう、キューティームスブタン、キューティールナタン、キューティーハナタン、番外編、キューティータケちゃん。あー、キューティーレラタンまでは知ってるな。ハナタンまで行ったんだ。それアンジェルムステーションのネタなのかな。うん、広島ラジオもありますよ。年の差ラジオでルリちゃん遅刻ドキュメントがあるよ。ちょっと待って。遅刻ドキュメントって何、めっちゃ気になる。怖いもの見たさだったらマリアンラブリン。待って、怖いもの見たさなんだ。いや、でもね、私も怖くてまだ聞いてないんだ。あ、何言ってるか分かんなさそうで怖いんだよね、マリアのラジオ。私野球の話ばっかりされそうと思って。まだ触れてない。でもね、あのメイちゃんのね、フランス祖母、メイボンソワか、もうね、悪くなかった。ポテンシャルはあるなと思った。喋る、なんか消えててね、飽きない感じはしたね。作家も芸人の番組をよく担当してる人なので、ちゃんとバラエティの構成になってる。あ、はあ、やっぱ構成作家さんって大事なんだね。そうです、ザ・キースの尾関さん、アイドルラジオというよりネタラジオです。うわー、めっちゃ聞きたい、楽しみ。キューティーカミコタは必聴、アンジェルムステーションは必聴なわけね。いやー、猛女が、まあ猛女、もう猛女って正直言ってさ、もうオタク向けコンテンツって感じだった。聞いた感じはオタクだから楽しく聞けるみたいな。うん、ね、で言ってたね、あの3月は誕生日が多いから大変だみたいなことをね、小田ちゃんたちは言ってましたね。メイボンソは面白い、トークより音楽の方が長いけど。え、待って、あのさ、メイボンソワの話したいんだけど、いいですか、早速なんですけども。ジードさん、ハーイ、グイブリン、グイブリン、ハロー。
さ、みんなさ、山崎めいのメイボンソはさ、ラジコプレミア登録してる人聞いてみてほしいんだけど、なんかね、聞きました？これ多分始まったばっかりのラジオっぽいんだよね、あのテイスト的に。ちょっとね、ザキって感じのね、あの辞書登録がないので、辞書登録というかこの本と存在しないんで、ね、ちょっとこんな感じになっちゃうんですけども。あ、一月に1回だけなの？今まで全然聞いたことなかったの、タイトルすら。うん、まだ4回目か。今回ね、初めて、何月放送かな、2月29日放送のね、聞いてみたんですけども、みえちゃん結構ね、おしゃべりね、可愛らしくてね、上手なんですけども、何より選曲がすごいなと思って。なんだっけな、よいしょ、あ、ご利用時間終了になってるわ。まりちゃんはもう見れません。一回聞いたらもう見れないのか、ラジコって。ファンさんの番組はハロメンがついてる感じなんですね。あ、あーそうなんだ。なんだっけな、選曲なんかね、1曲目はミニモニひなまちゅりだった気がするんですけども、2曲目3曲目がもう本当にめいちゃんの好きな曲を持ってきてるって感じで、アイカツの曲かな、それがすっごいいい曲で、ちょっとね思い出せないんだけど、めっちゃいい曲だったんだよ。そう、聞いた人いるかな。もう結構ね、2曲目3曲目の選曲が良くて、ハロプロ以外のものの、めいちゃんこういう曲好きなんだとも思ったし、普通にめっちゃいい曲でしたね。一回聴くと24時間までしか聴き直せない。あ、そうなんだ。はい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 。で、時間ある時に聴けよってことなんだね。ちまちま聴こうと思ってたけど、まあこれはね、全部弾いてるからもういいんですけども、作業しながらね、めっちゃちょうどいいラジオって、めちゃめちゃ作業しながら聴いてるので、どうしてもね、画面見れないんですよ。うん、だから VTuber さんの雑談とか歌枠はね、よく作業のお供にしてたんですけども。うん、アイカツ、そう、アイカツの曲ってあんないいんだね、びっくりした。ぜひみんな、山崎メインのメインボンソはラジコのプレミア登録してる方はね、聞いてみてください。結構選曲のチョイスもいいしね。で、何より山崎メインのメインって名前が愛が生まれるだから、恋バナの話をね持ってくるんですけども、まあもうこの当てにならない恋バナ感メイチに恋愛相談しても何も答えにならないか、すごいんだけど面白かったですね。メイチが一生懸命ね、オタクたちのね恋バナをね聞いてね、楽しそうにしてるのがもう何より微笑ましかったですけども。うん、この枠、ゆかにはリサ丸、リサチの週は聞いたけど、めいちゃんはまだです。ぜひぜひ。癒しだね、割とこれはね。なんか毎月聞きたいなと思わせてもらえる、めいちのなんか不思議な愛嬌みたいなところがね溢れてる素敵なラジオになってましたね。うん、立崎は、本当が悔しくなりがちね。ちょっとね、難しいねこれね、なかなか本当がね登録されてないのが多いので、裏技でスマホで録画しておけば何回でも聞ける。それあんま良くないんじゃない？言わない方がいいんじゃない？それ多分あんま良くないよ。あんま良くないよ。多分違法かもしれない。良くないかもしれない。そう、うん。私は知らなかったことにしておくけど。私は別に警察じゃないから何も言わないけど。うん。ラジコと連携して録音できるアプリがあります。あ、そうなの？違法じゃない？大丈夫？それでも違法じゃない？大丈夫？公式と分からんからね、何も私は言いませんけど。うん、うん、めっちゃ面白かった、恋愛相談。ね、個人で楽しめばいいけどアップしたらダメよ。まあまあ、じゃあここではねやめておこうか。グレーの話はやめておこうか。グレーの話はやめようかね。私の配信の秩序が乱れてしまうので、グレーじゃない話しましょう。私は違法アップロードとかに厳しい女なんで。ね。まあ、よかったらね、ラジコのプレミア登録したら、地方の方でも聞けるのでね、ぜひぜひ聞いてみてもらいたいなと思ったのと、60トライブって読むんだね、これね、初めて聞いたんですけども。なんか土屋さん上手ですね、この斜め45度の、芸人さんがね、メイン MC で、その毎週ね、月、火、水、木かな？うん、を日替わりでゲストっていうか日替わりでなんかなんだ日替わり MC っていうの曜替わり曜日担当の MC がいて、それがハロプロメンバーだったりするんですけども、
まあ、あの上手で自然体に話せてて、たけちゃんのお話はねちょっと面白かったですね。まだ途中までしか聞けてないんですけどももちろん、あ、そうね、それ以上触れないようにね。そう、あのみんなもう、ま、マジでやめてマジでやめて、もうラジオ録音マジでグレーだから、わかんないから私からすると、あの普通だとしてもあまりここでは書かないでほしいかな。うん、一般的に完全な政府のものでないかもしれない可能性があるものはここで書かないようにな。な藤原さんはこの番組で公認でラピートップオーターになりましたから、ね、そうなの？そうなの？この方そうなの？私初めてあのお聞きしたんですけども、60トライブは初期のマロ担当の頃から聞いてます。マロのトーク聞きたいな。あのマロはまあ、今はカンナギマロちゃんって名前でね芸能活動されておりますけどもね、ゾックの方で、昔はね、あの元スマイルジ、元アンジュルムの福田かのんちゃんだったんですけども、福田かのんちゃんはね、まあおしゃべり上手ですよね。お歌もさることながら、あ、本当にあのこうなんだろうな、アイドルの五角形をさ書くとするじゃん。例えばトーク、あの見た目が可愛いルックスとか、歌、歌唱力、ダンスみたいな感じでさ五角形をもし作ろうとしたら、あのかのんちゃんってマジで平均的にすごい高い人だと思うんだよね。本当に綺麗にね五角形ができるようなね、すごくアイドルとしてのね、あの性能が高いって言ったらいいのかな。あの宮本かりんちゃんも多分その手だと思うんですけども、本当に愛嬌とかも全部ねいい感じに五角形になる方だと思うんですけど、何を間違えてしまったのか。ジムスリーさんこんばれっくりすってね、神国両思いオタを阻まれる土屋さん、え、土屋さんのこともうちょっと知りたいな今後ね。うん、何はずっと神子オタを公言してるけど絶対にゲストにも呼ばない事務所がレラピをご利用しして仕組まれた。神子ちゃんは忙しいからね、個人のお仕事がね。今度たけちゃんちーちゃんイベントに土屋さんが MC で出るね。あ、そんなに結構関わりが深い芸人さんなんだね。今後この60トライブを聞いてねしていきたいなっていうところでもあるんですけども、まあね、そんなこんなでね、まあ福田かのんちゃんのお話が出ましたし、触れますか？ちょっと難しいけど、もう何も確定事項がなさすぎてちょっとね。かんなぎまろちゃん毒問題、これ私なんか全然終えてなくてわからないんだけど、なんかまたパワハラ告発みたいなのがあったのかな、これ。ちょっと私ねちゃんと終えてないんでね、ゾックの方が。うん、マロどういう精神状態なんですか。でもさ、今後さあれがあるんですよ、今日のあの一番の話題、小川咲ちゃんお話ししたいじゃんね。よいしょ、どういう精神状態、マロが告発したわけ、そういうことなの。ちょ最新の続行を終えてないんでちょっと分からないんですけど、ハロプロのことしか分からないもんね。あんなぎまろちゃんビビにおきち、はい、これは後で話したい。よいしょ、なんかでも前も出てなかった、なんかあのゾックのパワハラ問題、この大森、え、なんだっけ、大森聖子さんだっけ、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、大森聖子さんがなんかあのなんか怒鳴ったりして、なんかマロと仲違いみたいな、なんか とんでもない動画が流れてきてドキドキしたんですけども告発したのは生ハムの子じゃない、生ハムと焼きうどんの子なんだっけ、西なんちゃらさんだっけ、可愛らしい子ね。で今はもう落ち着いたの、その問題ってちなみになんだけど、西まりなちゃん、そうなんかまあゾックってそもそもなんかさ、問題児を集めて作りましたみたいなコンセプトのイメージのグループだと私は思ってたからさまあ、何がどうあってもねいいんですけど、ね、いや何がどうあってもね、あの犯罪事があったらよくはないんですけど、そこに関してはね、あの部外者からしたら何も分かんないからね、何も言えないんですけども、まあ、健やかにね芸能活動してもらえるのが一番ですけども、この前中地フェスでゾック初めて見ました。確かに変だったかも初めて見たのは変だったかどうか分からんくない
体感ね、そのね、あのツイッターの告発みたいな動画見るとそう感じちゃうよね。後から考えると、あれちょっと変だったかもって感じちゃうかもね。確かに。うん、もともとは西江まりなと大森聖子の対立が発端で3人脱退する。え、決まってんの？え、そんなもう抜けんの？え、3人って結構な人数じゃない？今の続行の人数知らんけどさ。え、じゃあ卒業コンサートみたいなのも予定してんの？3人？あ、そんないないよね。6人ぐらいしかいなくない？今2、4、6、7人か。え、うん、もう折り目いなくなる。え、藍染めカレンちゃんもいなくなるってこと？この子可愛い子だよね。すごくあのなんだ、マジめっちゃ映える顔してる人、とんでもなく映える顔の人、本当にアニメのキャラクターみたいな、あの綾波みたいな、綾波じゃないわ、アスカラングレイみたいな顔してる人。やめんの？ボンドサニーさんこんばれー、クレセってね。ちょっとゾックのニュース見たらわかんのかな。腕向かえ、これじゃないな。もともとゾックを作った理由が、西井が生ハムやめて活動をやめるくらいなら大森が私とやろう的な誘い方して始まってるんだがゾックらしい。でも西井まりなちゃんがやめちゃうの？わあ、そうなの？ちょっと全然ね存じ上げないんですけども。ああ、3人やめちゃうの？それマロもやめんの？マロってゾックやめんの？知ってる？みんなみんな知ってる？西井まりなとカンナギマロと、なんだそれ、なんていうの、沈めまど、のどか、沈めのどかさんか。脱退、脱退っていうことは卒業コンサートとかはしないってこと？マロやめんだ。うん、本人たちの主張ではやめる気なんだろうと見える。あ、決定はしてない。なんか大変そうだね。大森聖子氏って結構性格に問題あるしってんだけ聞いたことあるまあ人捨てだからね、どれが正しいかわかんないけどもね。まあそういうのは多々発生しておりますよね。本当に私はあんまり大森聖子さんのことを詳しく存じ上げないから、これ以上何も深掘りは私何もしない方が正解だと思うんですけども。今度のイベントに出るメンバー、ゆうさんこんばれ。ちょっとその話もしたい。マロは西井の告発受けてインスタライブでパワハラ再告発してた。まあマロもマロで問題児だからな、マジですいませんって感じなんですけど、もうハロプロの運だ、カゴちゃんに次ぐ問題児みたいになりつつあるんですけども運営がその辺何も触れてはいない。運営もバタついてるんだろうね、それは。いやでも早めになんか出した方がいいんじゃない？正式な発表はいついつにするので、皆様ご心配おかけして申し訳ありませんでしたぐらいのなんか軽い文章出しておいた方が一回静まるんじゃないの？そんなことはないのかな。運営も運営なのかな。あ、そうだ、今沈しちゃってたけど、しずねちゃん、田代すみれと仲良しなの熱いな。美女がいい女の子が仲良くしてんのいいよな、世界が平和になるよな。I got the go no a good day. あ、thank you thank you。 実はこの問題複数回上がってるよ。複数回上がるってことは、でもまあわかんないですからね。なんかその点においてはね、もう本人たちの問題としか言いようがないので、我々がどうこうすることもどうこう言うこともないのかなと私は勝手に思ってるんですけど、まあマロが幸せであることがね、ハロオタとしても願いではございますけども。決定してるけど最終的な発表してない段階。
それでマロがそれ言っちゃうのダメじゃない。もう続のライブには出ないので私たち目当ての人はチケット買わないでとマロが告知。それやめた方がいいんじゃない。それ問題じゃない。結構じゃあもう公式の発表早く出した方がいいよね。販売してるんだったらチケットの。いい曲書くんだけどね。まあまあその点においてはね、あの我々が生やし立てたりは絶対しないようにしようね。問題ってやっぱりね、起きた時にどっちが正しいどっちが正しくないなんて外野には絶対分かんないから、もしかしたら全然一方的に書かれてるだけで嘘かもしれないしね。何回出たとしてもね、それは分かんないからね。私もね似たようなことでね、なんかやっかみを受けたことがねめちゃめちゃあるからね、分かるんだよ。あの私は女に嫌われるタイプの女なんですけど可愛いからね。あのいやーなね、あのやっぱなんだろうな、自分の人生がうまくいってない人ってね、やっかみしてくる人はいるんですよ。だから何かあった時に私を犯人に仕立て上げようとしてくるような人もねいるんですよ。だからね、そう第三者からしたら結局そのどっちが本当に犯人かとか、どっちがあの被害者かなんて分かんないからね、ここはまあそっとしておきましょう。我々も大人なのでこればっかりはね分からんからね。うん、大森聖子とその他メンバーはこの件に関しては沈黙のままかな。まあちょっとね、あの間違った発言すると本当に警察に今はね炎上するからね、ちょっと時間を置いてきちんとね文章を考えて発信していこうっていう方針なんだろうね。何も言わないでいるとまた大人に丸め込まれるからってスタンスらしい。うん、でももうマロたちも大人だからね、あの子供をぶってるけど十分大人だからね、まあ、そこはね、あの考えてやってるんでしょうけども。ね、綿毛ちゃんがなんかすごくいたずらをしてるんですけどね。職場でよくある人間関係のこじれの構図もそれ。いや、そう、だからね、実際の被害者と、そう、なんか関わった人間以外はね、その問題について言及してはね、いけないんだなっていうのは私はね、もう学んでおりますのでね。そう。自分が被害者の形なのになぜかあのね、あ、自分が被害者なのになんかいや実は自演なんじゃないかみたいな、盗まれたって言ってるけど盗まれてないでしょみたいな、あの元々マレちゃんのことがね嫌いな女、嫌いがってた女、まあ私が可愛くて幸せそうでのんきに見えるからね、そういうやっかみを受けたことがあるからね、めちゃめちゃわかるんですよだから犯人に仕立て上げられてる〇〇は悪くないみたいな、〇〇悪くないよみたいな、いや脳に巻き込まれたことがあるから、あーめんどくせえ、もう実際にお金がなくなったのは私事実なんだけどなみたいな、まあ、盗難事件にあったことがあって、まあ別に誰を犯人に仕立て上げたいとかもなかったけど、もういいやーって思って、その話はちゃんと警察にも届けたりしてね、もういいやーってしてたのに、その全然関係ない人たちがこう盛り上げてやってたのを見て、なんてアホらしいんだと思って見てましたけどだからね、わかんないからね、当事者以外はね、この問題は背景情報が必要だよね。でも背景情報かなり出てるんだけどね、まあそこに関してはもう警察とかがやることだからね。なので私は職場の噂話は聞き流して他の人に話すことはないですね。うん、そう、それが一番よ。ね、真実なんて結局どうなのかはね、我々には分からんからね。ただあんまりにね、そういう噂が出るとやっぱりね、マロのファンだったりするとね、心配になる気持ちはめちゃめちゃ分かる。だって推しなんて幸せね、いてほしいしね。私も別に福田香音ちゃんのことをねすごく推してたとかはないんだけど、やっぱりねハロプロ出身の子だからね、幸せであってほしいなっていうのはすごく思うから、もしそれが本当だとしたら早くね大切にしてもらえる場所で楽しく活動してほしいなっていうのが一番だね。中地フェスで続見た時、マロ含め3人ぐらいが正面向いてしか喋らなかったから不自然でした。あー、だから一緒にお話ししてる感じがあんまなかったってことね。こっちしか見てなかったみたいな。よくね、ビヨーンズとか特にその辺すごくね、仲いいんだなーって感じるのがさ、喋ってるメンバーの方をちゃんと向いてさ、すごく楽しそうに相づち打つじゃん、あの子たち。そう。そういうところがなくてちょっと不安に思ったのかな。
うん、まあ、個人のプライベートですからね。とりあえず今は問題が放置されているということということと、このタイミングでマロが先地を引っ張り出してきたということ。いや、そこですよね。ちょっと先地の話しましょう。これ今日の、サムネイルもね、ドーンとメインに掲げさせていただきました小川咲ちゃんですね。元スマイレージのメンバーで、あの結構初期の方に脱退というか卒業っていうのかな、どっちだっけ。私ね、ちょっとその頃のねスマイレージはね、まだね、あのその子まだハロプロ全然知らない頃なので、にゃーん言うてますけども猫ちゃんが、うん、なんですけども、よいしょ、かなり初期にね、あのお辞めになられた方なので、今ね芸能の仕事をね、していないはずなんですよ。私が知り得る限りもう、あの全く芸能界からあの姿をあの消しているイメージだったので、正直よく知らないんです。うんうん、とで、ふとね、ツイッター見たらトレンドに小川咲ちゃんのお名前があって、私の知ってる小川咲かこれはと思って、あの調べたら、なんとね今度あるね、カンナギマロ生誕祭ライブに出るっていうことで、デビュー直後に抜けたんだ。うん、あー、2010年の5月にメジャーデビューして、2011年の5月にだから1周年を迎える頃に辞めたんだ。うん、ハロープロジェクトを辞めたいと正式に伝え了承されたっていう書き方をしているので、急に決まったということではないようだ。あ、でCD 購入者特典イベントをもってスマイレージオービーハロープロジェクトを卒業し、同時に芸能界を引退って書いてあるわ。卒業なんだ一応これ。でもなんか8月には辞めてるから1周年はやったんだ。はい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 。そこの時期のねハロープロはねあまり知らないので、私2012年とかぐらいから本格的にハロープロ全体、2011年ぐらいからモーニング娘。好きになり始めたので、うん、お母もね途中で卒業されちゃってるみたいだね。ハロプロ知ったのが初期スマきっかけなので、脱退は衝撃でした。モーニング娘。もグループ名しか知らなかった人間ですがそう、初期スマぐらいが逆に私はスマ知らない、あのハロプロを知らずにモーニングを知ってる時期かな。うん、スマイレージにいたっていうことはね知ってて、映像とかで、ね、宇宙天ラムとかでね可愛く歌って踊ってるところはね存じ上げてはいるんですけども、実際にどういう風にアイドル活動していたとか人となりはね全然知らないんですけど、やっぱり衝撃的でしたね。私の中ではね、やっぱ初期のスマイレージってすごい最強だと思っているので、あんな可愛いさグループないよなかなかね。タキチがまさかの出演びっくり、もっとスマイレージメンバーね。あ、あやちゃんの卒コンにお花、確かそれなんか騒ぎになってたな、そういえば思い出せば。ユーカリの方がロス者多いイメージ、いつまでも定期的に話題に出てる気がする。なんか私のなんか最初に聞いた時のイメージはなんかスマイレージの人気だった2人が抜けたみたいなイメージだったの、すごい失礼な言い方なんですけども、なんかどっかの番組でそういうのに聞いた覚えがあるんですよね。あやつとマロが自虐で人気だった方の2人が辞めましたみたいなの何かの番組で言ってたのを覚えてるんだよね。だけどサキチーもそんな人気メンバーだったんだと思ってね。多分一番最初にサキチーが辞めて、その後にユーカリンが辞めてるんだよね。ちょっとお水飲むね。うん、だからそんななんかあっさりと、言い方悪いけど、なんて言うんだ、あっさりと卒業した人が、芸能界も辞めちゃった人が、この生誕祭に出るってどういう流れなんだと思って。うん。2018年ぐらいにカットモデルやってる写真が SNS に上がってたぐらいしか最強知らない。おぉ。でももう言うて6年前か、2018年ってなると。いやだからね、
不思議だよね。もう本当にでもね、芸能界に戻るっていうよりは本当に福田香音ちゃんの誘いで、まあ、イベントには出るかぐらいなんじゃないかなと私は勝手に思っているんですけども、芸能界に戻ってくるようななんか芸能界に固執してる感じもしない気がするんですよね。そしたらもっと早くにアイドルみたいなね、モデルだったりで露出してる気がするのでね。マイマイさん、こんばれ。マイマイ通りさんか、こんばれ。サキちゃん歌がうまいメンバー、ゆうかりは人気メンバーで紹介された。あ、よく覚えてんね。そう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 、だからなんかいい方のメンバーが2人抜けたみたいな感じの紹介され方で、私にとってはあやちゃんもかのんちゃんもすごく素敵なアイドルだと思ってたから、そんなことないのになって反発しながら見てた記憶があるのでそう、でもサキチはお歌上手だよね。確かにウチョーデンラブとか夢見るフィフティーン聴いてるとやっぱりお上手だなと思いますけども、やっぱ一番ハロプロ歌唱が安定してるなと思ってましたね。言えても福田香音ちゃんもめっちゃうまかったけどな。なんか福田香音ちゃんの運の悪いところって言ったら言い方あれだけどさ、マジで福田香音ちゃんってアイドルとしてのさ、トータルスキルめちゃめちゃ高いのにさ、なんかずっと評価されないのさ、マジで器用貧乏じゃないけどさ、もっと評価されてもいいのにずっといる感じだったよねうん、それともサキチとかがいたからなのかな。うん、サキチが引退した名古屋でのイベントは山田マネージャー、今の、YUM の社長が独断で配信してそれを見てました。最後の言葉が人間らしい暮らしがしたい。苦しすぎる。初期スマの対応ってね、本当にね、今聞くだけでもとんでもないよね。割と初期スマっていうか日記も込みでスマイレージの名前の時代のものは全てすごいことをしてくれてるなと思うんですけど、まあ、今はさすがに経営者も、ね、ある程度変わってきているとは思うので、対応するスタッフさんもね、そんなことはないと思うんですけど、マジでパワハラ上等みたいな感じじゃないですか。だってチケットが売れないのもメンバーのせいでしたり、だってさ、ショートカットってさ、ハロプロ知らない人でもね、これ言って多分びっくりすると思うんだけど、ショートカットっていう動画を出す、動画、歌をね、出しますみたいな、ババーンってやって、で、まあ、ショートカットって歌だから、みんな強制的に髪をショートカットにしてもらいますってして、泣いてる女の子の髪切るっていう動画が残ってるぐらいなんだよ。まあ、私はね、その動画自体見たことはないんですけども、まあまあ有名な事象ですよね。髪の毛がね、大事な子だっているじゃんね。高校生だって中学生だったりしたらさ、自分のこだわりっていうのもあるしで、それはショートカットにしてる子だったらいいけど、みんなね、本当にあれ割と衝撃的でしたね。しかもその頃のスマイレージのキャッチコピーって、世界一スカートが短いアイドルなんですよ。ハロプロなん、あんな歌も歌えてパフォーマンスもできる子たちをさ、撮っておいてさ、そんな、なんかしょうもないって言ったらあれだけど、そんなしょうもない売り方しないでくれってすごく今見て思いますね。私はね、あやつとかマロとかさ、さきちとかゆうかりに集めておいてそれって感じしない？ちょっと下手だったよね。あまりにも人権無視みたいな。それこそ今やったらあれ、フェミニストに死ぬほど燃やされそうなことばっかりしてますからね、頃のスマイレージね。小川崎さんの動画見ましたけど、歌唱力はありますね。歌唱力あるし、顔ちっちゃいしさ、愛嬌あるし、素敵な子だよね、さきち。やむ、アプガーやあやちやデカメちゃんの事務所。あ、おー、なるほど。私の髪を返せ。いや本当にだからね、ひどいことしてるんですよ、正直言って生き残ったタケちゃんってやっぱりすごいよね。いやもうね、本当にね、初期メンバー、2期メンバーは石像を作っていいレベル銅像を建てていいレベルで、本当にあんなクソみたいなね、事務所の対応に耐え抜いてきたよね。本当にこれ美談じゃありませんよ。ちなみに美談にしちゃダメ、こんなことは。もう二度と繰り返してはいけない。もう戦争の語り継ぐのと同じような感じで、これは遺品じゃないけどね、語り継いでいかなきゃいけない、今のアップフロントに。本当デビュー時に短い髪型でも本人が望んでるかはわからないけどね。ね、でも無理やり髪切ってさ、髪切りたくないって言ってるこの泣きながら髪切ってるのを動画で残すのもどうかと思わない？
その辺がさ本当に人の心がないよね。今やったらあれ炎上、本当に炎上する。もう死ぬほど燃やされるし、アップフロントの名前変えなきゃいけなくなるきっと。どこぞの事務所みたいに。ゆうとも村上めぐみが FC イベントのゲスト出演したりとか、一般人になっても出演するケースあってね。あ、そうなんだ。めぐーと言われているあの方、竹内あかりに敬礼ってなる。いや本当に偉い。スカート切ったのとか炎上するだろうな。スカート切ったのもそうだしさ、スマイレージのさ武道館が決まった時のさ、あのなんだっけ、あのミステリーナイトのあの衣装で、あのリップにリップ塗ってなんだ誓約書みたいなのをさ、あのこうなんだキスマークみたいなリップマークでインするやつも絶対炎上する。今やったら、今やったら炎上するし、間違いなく女音は離れていくね。マジでびっくりするぐらい人の神経逆なでするようなさ、推しにこんなことさせんなよみたいなこと平気でさせてたよね、あの頃のアップフロント。ありえないよね本当に。私あれ見た時すごいショックだったもん。自分の推しがこんなことしてほしくないって思って見てたあれ、学生ながらにすごくね、なんかあんなんだから女音いないんじゃないって思いながら見てた。今はマシになりましたよね。だからね、つまりかなともがアーリー卒婚に出てくる可能性もまだ。わ、そんなん泣いちゃう私。だってともこたんが一番好きだったもん、ジュースで。やめて、もうそんな期待はしないで生きていこうって誓ったの。そんな期待をしたらともこにも負担だってことを知ったから私は。初期様はデビューして3年間休みなし、昼はテレビにライブに夜リハーサル、その上学校とかいうスケジュールでしたからね。今のハロメン全員辞めるかも。いやー、だからその犠牲の上で今が成り立ってるって考えるとね、本当にね、本当に申し訳ない気持ちになるよね。勝手に私、別にアップフロントの経営者ではないんですけども、うん、今のサッシー状態になってもおかしくないね。今のサッシー状態ってなんだ。俺は号泣するよ。いや本当に推しにこんなことさせたくないっていうのはありますからね。ね、だからもうその後ね、武道館っていうドラマでね、宮本かりんちゃんのキスシーンがあるだどうなんでね、わわわわ話題になってましたけど、もうそんなもん可愛い、ね、話ですよね。お仕事ですからね。え、ここだよ智子、もう俺は毎日思ってるよ、ここだよ智子って。マロ生誕祭速乾だったらしいね。やっぱなー、マロさ M ラインに帰ってこないか。ちょっと問題児すぎて手に余るけどさ、 M ラインはどうかい、マロ。いやもうアップロントがどれだけ許すか分かんないけどなあ、帰ってきなよ。俺は歌とダンスが見てえよ。福田かのんちゃんのあのツンク歌詞をバリバリな音聞きたいよ、ハロプロの曲でね。せめてかなたまが卒婚会場に来てほしい、見ただけで号泣。いやでも来るんだろうなきっと。卒婚は見に来ると思うよ、アーリーのは。さすがにね。あの彼出世したね。あの彼ってどの彼だ、マロの不倫相手。もうとんでもないなと思いましたけどね、本当にね。これは絶対ね、本当にやっちゃダメなことって思った。うん、まだ生体目はつながりませんでした。やっぱ速乾なんだ。転売屋が動いた説もある。転売屋がマロに動くかな。卒婚でもあるまいし、マロは別に犯罪を犯したわけじゃないから帰れるんじゃないのかな。うん、まあ犯罪を犯したわけじゃないけど、人の家庭を壊すという大罪を犯してるからな、私の中では。ズッキーがいた頃に戻ってほしい気持ちも少しだけある。ズッキーかのんちゃんもね、本当にそう。やっぱね、だからそのアイドル卒業した後にこう芸能活動してくれるっていうのは本当にありがたい話ですよね。みんなはできるだけしっかり応援しましょうね。今度ね、テレビ東京のドラマに、工藤遥ちゃん出ます。見てください。ちゃんとインスタチェックしてるから私、クドゥの。俺はおかえちゃんに今でも帰ってきてと思ってます。いやー、おかえちゃんはもう無理だろうな、その匂いすらせんもん。
です。見たい人が見てほしい、転売屋に怒り。いやーカービィもね、ハッピーセットのカービィしかりね。せめておかえちゃんみたいに幸せになってほしいな。おかえちゃん今何してんだ、結婚して幸せにしてんの。ジョージさん、それそれ忘れてた、それ絶対話したいと思ったの。見てね、ちゃんとちゃんとチェックしてんね。ちょっとジョージさん天才か。朝ドラに田村めいみちゃんの出演が決定いたしました。みんな見ました、ニュース。おめでとう。オーディションなんか勝ち抜いて選ばれたそうですね。大志が出てるドラマ見てますか。あ、全部のドラマね追えないんで、ドラマをねまず見れなくなったの。出てるんだって知って、いいねとか全部ちゃんと見に行ったりするんだけど、ドラマ自体は見れない。うん、そう、田村めいみちゃんがついに、なんか前もね、なんか NHK に出てた記憶あるんですけど、記憶が正しければ。今日のハラステのハローキッチャン絶対見たし、え、見る、じゃまだ見てないんね、それ。あったあったあった。連続テレビ小説おむすびへの出演が決定しました。あの今度ねある、あの2024年の後期から始まる朝ドラの主演がね、橋本環奈ちゃんの、朝ドラなんですけども、すごくない、橋環が主演のドラマって絶対めちゃめちゃバズるくない、楽しみすぎんか。おかえちゃんマイマイの結婚式に、あ、いたんだ、高校生キャスト、違うな、これじゃなくてギャルの役っぽいよ。博多ギャル連合のクラスメイト、ゆずきりさ役っぽい。オーディションによる選出、すごくない、オーディションに勝ち抜いたの、めいめい。結ぶのクラスメイト、結ぶっていうのが多分主人公や の橋本環奈ちゃんの役かな、のクラスメイト、学校では校則を守るおとなしい女子高生だが、実は隠れギャル&ハギャレンメンバーでもある、ギャルの歴史を本にすることが有名。やっぱちょっと真面目っぽいキャラなんだ。田村めいみさんからのコメント、子供の頃から大好きな朝ドラにまた出演させ、出たよね、そう、ランマンだ、私もそこの話だけ見た気がする。朝ドラ前も出たんだよ、実はめいめい、すごいよね本当に、大変嬉しく思っています。台本を掘り下げるととてもシンプルだけれど、つい忘れてしまう大切なことに気づかされました。橋本環奈さん演じる主人公の、マイタ結ぶと、ハギャレンのメンバーは常に今を生きることを楽しんでいます。暗いニュースに心を持っていかれることも多い昨今、まだ見ぬ未来のことばかり考え不安になったり心配になったりしている私に、台本の中の結ぶとハギャレンのみんなが、今この瞬間をしっかりと味わって心から楽しむことが何より大切だと教えてくれました。撮影にもハギャレンみんなと一緒に一瞬一瞬を逃さずに心から楽しんで臨めたらと思います。そしてその楽しい瞬間をお茶の間の皆様にもお届けできるように頑張ります。また今回尊敬する素敵な俳優の大先輩方とお芝居ができることを光栄に思っています。平成ギャルとして誇りを持って演じさせていただきます。平成ギャルなんだ、どういう話かちょっと知らないんですけどね。平成時代ギャル文化と出会った主人公がやがて栄養士となり、目には見えない大切なもの、かっこ絵にし時代、人を次々と結んでいく、テレビ小説らしいよ。わお、ついに平成がドラマになってますよ。現代っていうかもう平成なんだね、平成ギャルだって、そんな感じの作品なんだ。だからこんなにギャル出てんだ、あのミリチャムとかさ、ミリチャムめっちゃギャルのイメージある。うん、いやだから連続テレビ小説初出演の人がすごく多いですね今作。アマちゃんも現役だったけど、うんうんうん、まさか船木結ぶからの結ぶ、わかんない、結ぶって読むのかわかんない、私も船木結ぶのせいで結ぶとしか読めないの、その感じごめんね。あまり長期的に出る役ではない、いや結構長期だと思う。あの私の記憶をたどるに、あの朝ドラの、まあ、例えばあのギャル期とか大人になったとか、あの期間があるとして、まあ、あのサイクル的にはそこそこ長い期間出る、一話部分だけではないやつ、あの1ヶ月ぐらいは多分出るやつやねこれ。うん、現代物ってあまり当たらないイメージあるな、やめろ、
それじゃやめろ。でも俺はアマちゃんが大好きなんだ。でも確かに売れるのはひよっことかそっちの方だ。確かにな、朝ドラの現代ものってあんまね売れるイメージないかもしれない。勝手なイメージだけど、ここからの田村めいみの主演あるぞ。で俺たちで叶えられるようにしっかり見ましょうね。見て、なんだ、しっかり見て、あ、田村めいみが出ると視聴率が上がるなって思わせよう、話題になるなみたいな、ツイッターで。でもそしたらもしかしたら何かにつながるかもしれない。いや、やっぱね、ハロメンがね、こういう風にね、活躍してるの見るのね、すごく嬉しいよね。その話がしたかったのよく覚えてたね。助かる。うん、アマちゃんは久々全部見た朝ドラだった。アマちゃんマジで面白かったよね。クゾカンってやっぱ面白いんだなって思いましたけども。よいしょ。いや、素晴らしい作品でしたね、あれは。よいしょ。お。え、待って、鈴木愛理ちゃんのアルバムって今日発売なの ?28/29 ってやつ。前23、24だったよね。なんかさ、あ、やっぱ今日発売じゃなかった。全然嘘だわ。3月20日発売って書いてあるわ。クソ嘘やないかい。ほら。めちゃめちゃ嘘やないかい。めっちゃ勘違いしてました、今日付を。3月20日だと今思い込んでました。許してください。アマちゃんに松岡真由名人出てるから。むしろ松岡真由さんそれで知ってたから、あの人ってハロプロ好きなんだと思ってびっくりした。今日からな、テレビで見た時にずっと見てたのでね。私も愛理ちゃんがアラサーなの信じてない。興味さ、今のさ時代のさ30代の人ってみんな若くない？20代ぐらいに見えへん。だって田中麗奈ちゃんとかもだよ。思うのよ、見てて。なんか私の思ってた30代と全然違うなって思う、見てると。普通にアイドル以外の人も、いや職場の人とかも、え、本当に30代って思って。私ね、入った時に本当に新人さんがかなり少ないね、職場だったので、あ、年近そうって、マリちゃん、だって入社したのが22とかなわけじゃん。入社してさ、見てさ、あ、年近そう、仲良くできそうって思った人35とかだったからね。あ、めっちゃ若く見えますって、マジで、冗談抜きで、2つぐらい上ぐらいしか思ってなかったですって言うの多いね。うん。10代ばかり見てるから年相と思ってしまった。こいつ、ごめん、自分の身振り返ってからよう言えよ。人のそういうこと言うときは自分の身よう振り返れよ。自分は何本に見えてるか果たして思い出せよ。私ちゃんと釘刺すからな。全然年相応とちゃうくない？私はそう感じるな。もうじゃあ私が一般的でないんだったらちょっと申し訳ないんですけども、いや本当にね、アンチエイジングが進んだ時代のおかげか、皆さん本当にお綺麗ですよね。でも愛理ちゃんは飛び抜けてね、可愛らしいね。そう、あれ先週も話したっけ、笠原ママナちゃんと鈴木愛理ちゃんね、東京ガールズコレクションのやつで、お会いしてて、これ先週話した？でもみんな覚えてる？みんな覚えてる？私覚えてないんだけど、話したっけ？いや、あれね、熱いなと思いましたけどね。うん。ね、ごまきミキティもずっと元気みたいなお返してるのに、いや、マジでごまきめちゃめちゃ美人だよね。びっくりする。ヤグちゃんもめっちゃ可愛いもんね。ね、日曜の話だから、あ、まだしてない？まだしてない？まるちゃん。まだしてない？大丈夫？あ、よかった。よかった、よかった。よかった。はあ、よかった。いつしたっけと思って、ツイッターではちょっと触れたんですけどね。よいしょ。ここ。この間、職場の後輩に安部夏実が私と同級生って言ったら、若い、可愛い、マジっすかと言われた。よ、ちょっと嬉しかった。ジョージさんが褒められてると思ってる、もしかして。違うよ、それ。ナッチが褒められてるからね。皆さん、ニキアイリちゃん最高。待って、本当がなさそうな感じ選んじゃった。私開口じゃなくて何て言えばいいの。まあいいよ、開口で。金曜日、あ、でも話してないよね多分。
笠原ママナちゃんと鈴木あやねちゃんがね東京ガールズコレクションで開講いたしまして、見ました？ツイッターの方とかね、あのインスタグラムでも出てたっけな、あの上がっておりまして、おー、ついにこういう時が来たのかと思って、私はねちょっとワクワクしちゃったんですけども、うん、安倍夏実を褒められたことに嬉しかっただけ。あ、よかった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 。いやでも嬉しいよね、ハロメンが褒められてる瞬間嬉しくない？あのテレビにさ、あのヒルナンデスとかにさ、上國料萌えちゃんがさ出てる時にさ、職場のさ人がさ、この子可愛いよねってさ、すごい嬉しくなるやつと一緒だ。わかる。うん、九州だから定期的に中澤優子大先生が出てる番組見るけどね、あの地方のあの博多の方でね暮らして、福岡のあのテレビ番組に出てるっていうのはお聞きしますね。より若返ってる気さえしてる。いやー、めっちゃ肌ツヤ綺麗だよね、中澤姉さんもね。いやだからね、あれ見てるとね、とんでもない年齢って分かんないなって思いますけどね。本当、日プは全く追ってないから、ももなの近況がよく分からない。バレちゃん、実はですね、日プの番組はね、レミノでやってた、あの、オーディションはね、心が持たないから見てないんですけども、その後はずっと見てます。もうあの、最新をずっと追ってます。なんなら毎日毎日、あの、ミーアイの曲、ミーアイっていうか、あの、その日プの曲聴きまくってますね。あの、今は A to G が、あの、私の中でも流行りなんですけど、ポップチューンなんですけども。いやー、いいね。曲がいいんだよね。鈴木愛理と笠原桃奈の接点として謎のコント動画が拡散されてた。待って、そんなんあったっけ？そんなん拡散しないで。やめて、あの、ハロプロのよくわかんないコント系。わかります。俺の神子がありがとうございますっていつも思ってます。いや、嬉しいよね。褒められるとね。愛理と笠があまり絡みがなかったことにびっくり。あ、だから私はね、あの、めちゃめちゃ嬉しいまではなかったね。うん。おーみたいな感じだった。でもやっぱり嬉しさはあったよね。うん、おーみたいな、なんか染み出てくる嬉しさみたいな。あー、なんかこうやって卒業したあんたもこうやってね、ハロメン同士がね、こうが芸能界で頑張ってるっていうのすごい嬉しいなと思ってね。なかなか近年ね、そういうの見なかったじゃないですか。卒業した後に活躍するメンバーがこう関わるみたいなのあんまりなかったので、うおーって、しかもこういう大きい場でね。結果分かってる今ならまだ見られるんじゃ。確かに。でもレミノの登録がめんどくさそう。番組はレミノか YouTube で、なんかね、レミノっていうアプリで、あの、見られる番組らしくって、オーディション番組自体は。いや、でもね、落ちる子がな、嫌だな、見るの。あの、あと怒られるの見るの得意じゃないんだよな。マレちゃん、胃が痛くなっちゃう、人が怒られてるの見るの。苦手なんだよな。あのお店とかでさ、大きい声で怒鳴ってるさ、なんかお店の人とかさ、店長さんとかいたら嫌な気持ちになるやつと一緒。あの、見ると嫌な気持ちになっちゃうから、それがね、あると嫌だな。オーディション番組だから絶対怒られてる子いるじゃん。なんでちゃんとやってこないのみたいな。ちゃんと練習してきたってやつ見ちゃうから嫌だな、あれ。あれ、マレちゃん言いたくなっちゃう。うん、ミーアイの冠番組がレミノでやるので入れないとダメですよ。あ、そうなの？いや、しゃあなし入れるか。残酷なのもあるからね、オーディションは見れないんだけども、あのデビューが決まった後に、あの、上がってる動画はね、全部見てますね。レミノ以外の、あの、 YouTube に上がってるのとかインスタで上がってるのは全部見てますね。私、あの、東京ガールズコレクションでね、あの、ミーアイのみんなで、あの、ディープハイと、エンミーをやったのは知ってます。うん。卒業後に共演すると嬉しくなるよね。エビ中で矢野さんと現役メンバーが共演した時も感動した。エビ中のこの話かな？いや、でもやっぱ現役メンバーと早く、そう、私はこの鈴木愛理ちゃんと、笠原桃乃ちゃんの絡みを見て、ああ、早く神笠が見たいと、神国に思えちゃん、ないしは、あの、アンジュルムの現役メンバー、ないしは、たけちゃんとかとね、番組が一緒になってほしいなってめっちゃ思ったね。いつか、ね、ミーアイとアンジュルムが同じ番組に出る瞬間見たくないか？俺は見たいよ。見たいし、ああ、でもな、今のメンバー、リカコも卒業しちゃうからな。でもな、なんか甘える神子、あ、甘えるってか、甘えるカッサーとかね、あの、楽しそうにやるカッサーをまた見たいですけどね。今のメンバー、ミーアイもとっても素敵なんですけどね。そういう瞬間がいつか訪れたらね、あの、オタクみんな泣いちゃう自信があります。うん。矢野さんはもっとエビ中で、北さん、あ、エビ中の人なの？北さんブラックの声優の子。すごいね。お上手やね。
お、ビッグ声優さんやん。いやー、そんな感じで高瀬くるみちゃんもね、声優路線にね、もし卒業するんであれば、進んだらね、私は嬉しいなと思います。やっぱアニメゲームオタクなんでね、そろそろこっちの路線のね、あのハロメンがね、増えてもいいんじゃないかなと思いながら。日プでレッスン講師に出てたちゃんみなの歌がうさすぎたのだけが印象的。ちゃんみなってあれでしょ、多分ラップのやつだよね。ラップなんか結構かっこいい感じのやつ確か見た気がする。うん、めっちゃ印象的だった。前に東京遠征に行った時、街中で女子ファンが東京呼びかけてました。ティッシュ配って、すげえ。やっぱ女オタってさ、金のかけ方もさ、一途な思い方もさ、狂気的だよね。いいと思う、素敵。すげえな、ハロオタには絶対ないとかじゃない。ハロオタは、あ、でも一回あったのは、お誕生日のコンサートの、お誕生日の日のコンサートに行った時に、サイリウム配ってる人いたね、使い捨てのサイリウム。で、このタイミングでこうやってコールして、振ってくださいみたいなのはあったことあるわ。それはあるな。あとは、寄せ書きみたいな、卒コンの。卒業コンサートツアーの、寄せ書きを今書いてもらってますみたいなやつ、私なんか書いた記憶あるわ。うん。そう、やっぱそういう行動できるオタクって素敵だよね。私もいつかね、こうしっかりと行動できるね。まあこういう配信という形でね、行動には出してるんですけども。ね。こうやっぱ活動できる、きちんと行動に移せるオタクでありたいなと思って、常日頃応援してますけども。マリとカッサの絡みが、固定、友康って言うんだっけ、そのなんて言うんですっけ、その吉川浩司のコンプレックス再結成と重なって見えた。まるちゃん絶対わからないだろうけど、わかってるね。私が漢字すら読めないとは思わなかっただろうな。すみませんね。ちょっと吉川浩司さんは知ってるんだけどね。吉川浩司さんってなんで知ってんだろう。私広島出身だっけ、なんかすごく有名な人だった気がする。吉川浩司さん広島で、よいしょ。あ、やっぱ広島出身の人だ。うん。K-POP わかんないんだけど、ミーアイってどのくらい日本のメディア出るんだろう。え、でも結構出ると思うよ。だってさ、NiziU が同じ形式でデビューした人たちじゃん。ミチプで。だから NiziU ぶりにテレビ出るんじゃない？ K-POP ってすごいよな。リココの卒コンにはカッサー来るんじゃないの？まあ、ミニは来るんじゃないかな。あ、でも忙しいか、今。今だってデビューして忙しい時期だよ。無理じゃんじゃない？それは。それは無理かもしれない。予定が空いてれば来るだろうけど、絶対ミーアイ今年いっぱい死ぬほど忙しいと思うよ。マジでハロプロのデビューとは比にならんぐらい忙しいと思うよ。だって NiziU 見たでしょ、みんな。嫌でも見たでしょ、NiziU。嫌じゃないけどさ。うん。アンジェの楽しみ会会場でカッサーの投票ビラ配ってた。そうなんだ。やっぱハロオタを、ハロオタを、はやってくれると思ったのかな。ハロータ意外と冷たいからな、その辺。アンジュって記念イベントとか季節イベント全くやらないのはなんでだろう。忙しいのかな。なんか個人仕事結構やってるイメージあるな、アンジュは。あと最終投票日がカナナの揃いべかなんかで、会場時間遅らせてみんなに投票呼びかけたとか。すごいな。日本最大キッカーの一人だからね。待って、そんなのしたら大変だって。日本最三大カモハル、マリちゃんしかいないな。あれ、NiziU は JYP だから別じゃ、NiziU じゃなかったっけ、なんだっけ、なんか、日プだってあれ、ない2回目とか、な、でも、なんか系列的には違うけど、まあ、漢字的には一緒でしょ。日プグループ。なんか、そんな感じで友達言ってたよ。NiziU みたいな感じでスタート切るんじゃないのみたいな。どうせって言ったらよくないけど。うん。日プは過去2回男性グループで、日プの女子は、あ、はあ、なるほどね。はい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 。日プの男性って、ね、あ、上腕とかか。はいはいはい。でも男性とやっぱ売りか出し方違いそうな気もするけどね。なんか NiziU みたいな感じだと思うよって K-POP 詳しい子に言われて、うーん、そうなんだ、一緒なんだなんて思ってたんですけど、なぜね、私も未知の世界なもので。アンジェメンバーもアンジェオタがカッサを応援してるのが泣けるね。アンジェになってるね、アンジェになってるね。それどこぞの千鳥さんじゃないんだからね。あれ結構ちょっと不愉快だったな、あの絡み方。これは
触れるか触れないかあれですけども、うん、先週したか鬼レンちゃんの絡み方すごく好きじゃなかったみたいな。うん、吉川優、吉川浩司、あと一人誰、吉川少ないって、吉川あのあれ東大か京大出身のあの吉川さんいたよね。いないっけ、思い出せないわ。吉川じゃないっけな。朝リカ子の卒コンに花は送るんじゃないかな。あ、花は送るんじゃないかなね。ミスタッチ許されないよ今、繊細だからね。 アンジェルムなんて言ったら繊細だからね今ね。アンジェルムのオタクは今あれで不愉快な思いをしたオタクたちがねザワザワしちゃったよいよいよミスタップぐらいね全然あると思うんで。でも今ちょっと鬼伝ちゃんってなっちゃった私も関係者に聞いたらそれは K-POP の売れ出し方がそういうやり方で決まってるかららしい。ふえーふえー、まあ、でもそういう本筋なんか売り方みたいなのあるんだろうね。やっぱあのルーティンじゃないけどね。まあそんな感じで1時間ちょっと話してきましたけども、アーリーリカ子の卒コンは横割りでやってほしい。まああの事務所武道館大好きだからな。願うこととしましょう。うん、吉川小早川毛利の涼花なんかそれねめっちゃ聞き覚えあるわ。なんかあの天国バサラで見覚えあるはい、申し訳ございません。この場を借りて謝罪いたします。繊細だったからね。アンジェルム問題。マジでね、もっとね、アンジェルムもね、名前が売れてね、あんな不愉快な思いしないようになりたいね。ね、せっかくあんなタケちゃんお歌上手だったのにさ、千鳥の方は好きなんだけど、私、かまいたちさんがどうもあんまり得意じゃなくてね、見るためにね、ああいういじられ方すると悲しい気持ちになっちゃうよね。やっぱね、それが好きな人もいるからね。うん。あ、吉川ひなの、あの、吉川ひなのって読むんだっけ、その方。確かに名前の見覚えはあるな。ジャパンジャム、あ、ジャパン、あ、お肉ちゃんごめんね。よし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 って、急に動かしたからびっくりしちゃった。ジャパンジャムの発表されましたね。まあまあ妥当というか、あのいつも通りでね。あ、くしゃみ今くしゃみ乗った。あー、間に合わなかったかもしれない今。あーそう、ごめんなさい、爆音で音ちょっと乗っちゃったかもしれない。秒速で押したんだけどミュート、ありがとうございますじゃないんです、やめてください。私は普段くしゃみを配信で流さないと決めてるので。うん、ジャパンジャムの相手が決まります。プレスユー、ありがとうまあね、毎年あのモーニング娘。がね、あのロッキンでも始まりをね担当させていただいておりまして、今回もねジャパンジャムの一番大きなステージにモーニング娘。立たせていただいて誠にありがとうございます。そしてアンジュルムがね2番目に大きいステージで、ビヨンズもね別日で登場ということで、かなり暑い春になる予感がする、そんなね大抵でしたけども、やっぱねどうなんだろうね。一番最初のさトップバッターってさ、実際のとこ美味しいのかな。出られるだけ嬉しいんだけどさ、やっぱ後半になればなるほどさ、鳥の方がさ、それもビッグなんだけど、お昼とかの方がさ見てくれる人が多いのかなって思うと、そろそろなんかねトップバッターよりね上に上り詰められるようにねあのなりたいななんて私は勝手に見て思ってますけども、まあそれ別に私がどうにかする問題ではないんですけどもね、やっぱ朝一ってさ割とゆっくり来る人もいるじゃないですか。まあでも出られるだけめちゃめちゃ嬉しいんですけどね、やっぱ新規の目に入るからね。ごめんなさい、前言撤回します。あの一番大きいステージでやらせていただいてありがとうございます。でもいずれお昼とかに出られることを願っております。はいね、ビヨンズマジで別日なんだなって改めて見て、ほんと挑戦だよね。遅延とかで間に合わないとかもあるもんね。まあそれがロッキンのね2019年だっけな、あのロッキンの痛手でしたけども、2020年だっけな、あれね忘れちゃったけど。最初ということは会場でお客さん呼べるゲストじゃないと、だからそこは期待されてると。あ、確かにな、確かに。ちゃんと来てくれるファンを
ファンがちゃんと朝から来てくれる人を入れないと朝から来てくれないもんね。確かにそこはやっぱでも見て思ったんですけど、あのハロプロが出てる日ロッキンをさ、もう3回ぐらい行かせていただいてるんですけども、カウントダウンジャパンもね、うん、ロッキン3回行ってんのか、私ロッキン3回行って、カウントジャパン、カウントダウンジャパンを2回行ってますね。もう5回あのロッキン系とね、ザカあの行ったことがあるんですけども、やっぱハロプロが出る日のハルオタ率すごくない？どこにこんな隠れてんのって思うんですけど、死ぬほどハロプロの T シャツ着てる人いるよね。あのホールツアー来てくださいって思いながら見てるね。私は日立海浜公園復活するからまた渋滞で間に合わない事態は避けたいけど、あの年はなんかあの事故かなんかであれだったんだもんね。確かにアンジュルムのメンバーであるリカ君にとって最後のフェスになりますね。まあ、毎年誰かしらが最後で誰かしらが初めてだね。この日で卒業と加入を繰り返してるとね、喜ばしいのか悲しいのか分かんないですけども、先方は流れを作るポジションだからね、そういう意味ではこうありがたいことですよね。一番大きいステージにね、しかもまた渋谷さんの演説が聞けますね。大きいステージってことはね、翌日はユニゾンスキュア、あでも日立はロッキンだもんね。今回はまた千葉でしょ多分、あの蘇我、翌日はユニゾンスクエアガーデンがやってるポジションだよ。そりゃ期待も見えるね。いやーユニゾン、確かにユニゾンだったわ。確かにあれありがたいね本当にね。今回ジャパンジャムがフェス初めて、お初めて行くの楽しんで、あの汚れるから靴はね、汚れてもいい靴と汚れてもいいズボンがいいよ。あの翌日とか、あ前日が雨だったりするとね、じゃぬかるんでたりして結構汚れるからね、マジで一丁羅では行かない方がいいよ。あと替えの T シャツあった方がいいよ。雨が降ったらびしゃびしゃになっちゃうから。フェスは行ったことないな。でもフェス死ぬほど楽しいよ。私また行きたいもん。フェスのことならマレちゃんに聞けば何でも教えてくれる。いや何でもは知らないよ、知ってることだけねいやでもね全然あでもどれぐらいなんだろうな、なんかいつかあれしようか、フェス初めての人にこういうの持ってった方がいいよ演説みたいな配信する帰りの電車で汗臭くなるから着替えとスプレー必須ね。着替えできるとこあるからね。でもあんまり荷物多いとさ、荷物はね預けるところがあるの、こうクローク、それの預けるのがね、カウントダウンジャパンはすっごい出し入れ楽なんだけど、あのコインロッカーもあるから、あの蘇我公園とひたちなかの方、ひたちなかだと多分キャンプが建てれるからいいんだけど、あの蘇我公園の方はクローク死ぬほど混むからマジであの大変。ちなみにうん、それは需要あるかな。じゃああのジャパンジャム前にフェスに行く方にあのご説明みたいなのあるか。まあ、でもまるちゃんジャパンジャムはね行けたことないんだよね。ちなみにあのゴールデンウィーク大体お仕事でね全然行けなかったんですけども、逆にロッキンはね全然行けたんだけどね、カウントダウンジャパンとか、まああのタイミングが合えば今後のねフェス参加の方にあのよかったら、まあまるちゃんはねあのロッキン3回しか行ったことないんで、ちょっとそこまですごくなんか解説が上手かわかんないけどやってみようか。うん、捨ててもいい靴を履いてきて、サンダル持ってきて、履いてきた靴は捨てて帰るって友達が言ってた。いや賢いと思うよ正味。でも私捨ててもいい靴ないんだよな。スリーコインズで靴って言ってるっけ、そういうの履いてくでも足痛くなっちゃうね。ティフのタイムテーブル配信とか重要ありそう。え何それ。私ティフもさ行ったことないけどさ、あのハロプロぐらいしか正味あんま興味ないっていうのは、他のアイドルもね興味はあるっちゃあるんですけども、あんま知らないのが事実で、ティフね行ったことないんですよね。でも今年こそティフ見てみるか。ティフっていつだっけ、なんかいつの間にか始まってんだよティフ。いつも誰だっけ、装備を絞っていけるか、まさにサバイバル、あと預けるものと預けないものを仕分けるみたいなのがね大事だよね。うん、今年のティフまだ先だよね。あれ夏だもんねティフ。今度ティフ、あ東京アイドルフェスティバル、全然わかんないや、まあ、まだ先か。
あ、ワークマンプラスもいいね。確かにジャパンジャム終わって即気仙沼へ行くのでどうしたものか考えちゃう。結構厳しいかもね。あの大鳥は見ない覚悟をした方がいいね。大鳥は見れないね。大鳥見てるとあの電車混んじゃうので、あのそれは諦めた方がいいかもしれない。岐阜は8月予想。8月か。ビバラもね知らないんですよ実は。もう本当にじゃあ6件ぐらいしか本当にフェスというものでなんだかんだ行けてないので、今年こそティフさ早めにさ決まったらさ教えてくれるとさ、あの同時視聴しようとかあのやるからさ、でみんなにはあのアイドル教えてもらおう。ハロプロ以外のさ、ハロオタが好きそうなアイドルみたいなさ、なんかオタクに紹介してもらおうよティフで。それ見ようよあの配信で楽しそうじゃない、それやりたいな。まあ、そんな感じで今日の配信ももう1時間超えちゃった。おしゃべりしてまいりましたけども、このようにね毎週水曜日にハロプロの配信をしておりますので、よろしければ、チャンネル登録高評価していただいて、一緒にハロプロのお話をしましょう。また来週もたくさんお話できたらなと思います。あ、緊急でね枠をねハロプロの同時視聴だったり立てることもありますので、ぜひぜひ一緒に楽しんでください。うん、ということでおつまみをしていただけますと幸いでございます。またねあれを流しとくか、これじゃん。3月16日土曜日にですね、J タウンバーチャルブス探偵に出演いたします。宮城の炙り三昧を食レポいたします。まあハロータに簡単に分かりやすく言えますと、里山里海イベントに出ますので、私がね売り子になって皆さんにねあの地元の美味しいものを紹介するという配信を、予定しておりますので、よかったらね YouTube ではないんですけども、あの遊びに来てくれると嬉しいなと思います。まあ気分はあの里山里海イベントに出るハロプロ研修生ですね、アウェイなのですごく心配なんですけども、遊びに来ていただけると嬉しいです。見に来るだけでね全然あの無料で見られますので、はい、コーリングを写真も OK です押し売りします。ということで、あ、そう、ひなフェスねちょっと見られるようにねお家の調整もしたいなと思ってありますので、またそこら辺、そこら辺もねひなフェス楽しみですね。ということで、そう、りかこあゆみの出身地宮城なんでね、そこも絡んで紹介できたらいいな。ハロプロと絡めたいよな、案件なのにすぐ案件でハロプロの話しようとするから案件先に咎められちゃうんだよ。マリさん、ハロプロの話もいいですが、あの商品の説明をお願いしますって言われちゃうからな、あの程よくね。つかささん、こんばんね、コメントありがとう、おつまでありがとう。ということで、ボンドサニーさん、アズマさん、スズオさん、フローサラビットさん、ユウさん、ハロナフさん、ユージさん、ジムスリーさん、タイチさん、つかささん、おつまれでした。以上、渡り時々アグレッシブ。パラパラタクなレーザー VTuber のカモハルマレでした。バイバーイ。